カジノの合法化を目指す超党派の議員連盟は、多重債務者でないなどの要件を満たせば日本人客の利用も認める方針を決めました。前回7日の会合では、カジノの利用は当面外国人客に限るとしていましたが、公明党から法の下の平等に反するなどの意見が上がったため方針を転換しました。